はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケイの大冒険です。というわけでね、今回もベイブレードやっていきたいと思います。まあね、サムネ見てわかる通り、ダンボールの箱でバルドゥールベイブイって書いてあると思います。はい、まだ未開封で、あ、ごめん、ちょっと開けたもうすでにちょっと開けた、あの袋だけ開けてる。はい、というわけでね、こちら早速ね、あ、開封していきたいと思います。少々お待ちください。いや待って、お前本当に開けんなよ。お前マジで開けんなよ。俺はね、お盾にこれをつけなきゃいけないんだよ。頭だけ開けといた。頭だけ開けといた。お前本当に開けていいんじゃねえか。お前真面目に開けていいんじゃねえか。さあ、うわー、弟からのクリスマスプレゼント。あ、ベーコード入ってるじゃん。でも多分10ポイント。あ、そうなの。うん、ありがとうございます。もう金の力だからね大人の力だからねあの当たったわけじゃないです、お金の力です ね。転売禁止って書いてあるんだねやっぱりこの動画大丈夫かなえ、でも普通に Amazon で売ってる時点でね、うんうん、だって金になるもんね、ベイブレードね。あ、音楽もうちょいあげてもいいかな。もう一個、一個ポッポッと。うわ、かっこよくね。かっこいいね。何これ。フェイスはベイブレードバスをご愛用いただき熱くお礼申し上げます。あ、もうちょい声を出して。この度はレアベイゲットバトルキャンペーンにてバルドゥールバンバーバイトにご当選されました。つきましてこの商品をお送りいたしますのでお受け取りください。今後ともベイブレードバースと愛護の方をよろしくお願いします。だとよ。やっべ、ありがとうございます。まあ金で解決したんだけどさ当たってねえんだけどよ。あ、まあバリ方ってわけではないね。でもオーバーフィニッシュが得意って書いてあるよ。うん、これアタッカーだと思う。鉄壁の防御でカウンターを狙いだってよ。うん、カウンターの防御系だと思う。ただここは結構暴れるんじゃないかな。やば、クソかっけえ。かっこいいね。やばい、かっこいいね。多分うちの伝説っぽいね、なんか、うん、見た目がなんかあれだよね、あのツタンカーメンみたいな感じ。ここ顔になってるから、チュタンカーメンね。チュタンカーメン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 。じゃあなんかベイ、俺のベイ使ってちょっと。じゃあ俺がそれ回すね。やだなんでだよ、心の底からやだちょっと一回回してみていい。多分斜めしようとしたら変わるんだろうね。回転すげえ弱くない、気のせい。ん、回転弱くね、気のせい。弱くない。じゃあ俺がせっと一撃で粉砕してあげようか。待てちょっと一回斜めでやるね。変わんねえや待てよそれをやるんだったら俺もシューター変えるからないいよ、シューター変えていいよ。青いの取って。なんでその持ち方よなんでこの持ち方や。なんか汚ねえもん持つような感じだよで、何使うの。これアマテリオス、ダークアマテリオスですね。ダークアマテリオス VS バルドゥールここハゲんだよな、当たると。ちょっと自分のベイブレード今日忘れちゃってねうなぎ忘れたの、持ってこなかったの。持ってこなかったんで忘れてねえじゃねえか早く早く行くよ、はい、3、2、1、ゴーシすげえ暴れちゃってるんだよ。それ暴れるやつだからね。おお、すげえ、黒と金だね。俺の勝ち。いや、これはおお、それさ、アタッカーだから多分扱い難しいよ。かっけえ、マジで。これホーリーホルチューの違う、ケツ、クワットケツアードカルツ、カルツ、わかんねえ。どこにしよう。それカウンター系ベイ。キャキャってこい。3、2、1、ゴーシ。なんでコースアウトするんだよ。しかもコースアウトの仕方バウンドしよう。あ、秒です。初めて見たわ、ベイブレードで。ベイン。俺っつって。激しいね。
行くぜ。3、2、1、ゴー。うん、いったよ、決着がつかない。そうそう、フィールドに収まらない。フィールドの意味をなしてないから。3、2、1、ゴー。さあ、どうなるか。これちょっと勝ってほしいな。てか、多分こいつハゲるよね。金メッキされてるから。うん。やばいな。お、いやー、ダメか。バルドゥールもあんまりそんなことないな。あれだよ、カスタマイズしなきゃダメなんだよ。でもね、崩したくないよね。うん、色合いかっこいいな。うん。他になんかいい組み合わせないかな。俺のメインベース全部強いからさ。かっこいい。そいつ暴れるからね。見かけ倒しだね、そいつね。お前そんなこと言ってんの、ね、3、2、1、ゴー。まあ勝ったもんね。まあ勝ったもんね。この金一体な、本当。なんか落ち目に引っかかれたみたいな感じだって。すげえかっこよかったね、今のフィニッシュ。ね。ダイレクトアタック来たよ。いや強い。すごいな、無改造だもんね。今和樹が使ってるのはちなみにうちの俺が作ったベイなんでね。3、2、1、ゴー。お、ガメラか。これガメラ。そう、ガメラ。結構強いよ。敵の攻撃は跳ね飛ばす。だからなんかついてるのがすごいもんね。うん。もう、なんだろう。歯が入る隙がないっていうか。あね。うん。ある。おお。おい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 。この高級品を投げるんじゃない。確かに高級だよな。うん。あ、でも意外とハゲないね。そんなバルドゥールなんて俺のブラックメッキドロシエルが届いたらぶっ殺してやるわ。待って待って、初代はバーストしねえから。なかなか強え。次は何？あ、ガメラ？ 3、2、1、ゴー。ちゃんとシュートしろよ。俺なんだ。いじめんな、ガメラ。うちのベイいじめんなよ。やべえな、持ってきやがったな。お前勝たせる気ねえだろ。うちのベイでもね、トップ3に入るものだよ。3、2、1、ゴーシ。音ステージずれちゃう、ステージずれちゃう。いいよ、取るよ。お、素晴らしい、さすが取る。あ、こいつ俺も持ってる。あ、持ってんのそれ。多分うるせえかな。これじゃなくて、それは持ってるよ。それを持ってんの？もう出なかったっけな、これ。気のせいかな。それ普通のバルキリーだぜ。3、2、1、ゴー。すごいですね、これ。おー。俺の改造ベイだ。おー、すげえ。バーストしない、あんなの食らって。強くない？強いね。やめやめ、お前は一体何なんだ。俺だ。通録知ってるよ。やばいな。次のネタだ。次はなんだ。3、2、1、ゴーシ。おお。よし、陣取った。よし、陣取った。回り方もかっこいいね、こいつね。シールなしだもんね。うん、安定感あるな、そいつな。ね。かっけー。おー、マジで。おお、ギリで負けた。へじゃねえ。へあと使うときカスタマイズをこうやってくるっと見して。え、やだよ。おい、やだよ。おいおいおい。ちゃんと見せんじゃねえか。反抗期かって。行くぜ。3、2、1、ゴー。なんかな。
俺さ、別になんか勝ってもさ嬉しいっちゃ嬉しいんだけどさ、自分の今多分当たってない。なんか自分の頑張っバウンドした衝動でなんかね多分。シャーダウン、ガンファー、ガンファー、アンジェルカンソーガシャーダウン。バカじゃないの。いやーさっきからさ一応勝率を上げてるけどさ、3-2-1ゴーシュ。いやなんかさ本当さちょっと言わせてもらえる、勝つのは嬉しいんだけどそれも全部さ自分が作ったベイだからさ悲しい悲しい。バルドゥール強すぎじゃね、マジで。赤間さんは知ってんの、バルドゥールゲットしたこと。いや多分この動画見なきゃ分かってない。じゃあ多分興奮するんだろうね、追ったっちゃうね。うん、フルボットだね、フルバッコ。ちげえよ、なんでバーストしてんだよ。あれじゃねえ。あれおかしいな、おかしいな。ポコンってケツ飛んでったよ。はい、3-2-1ゴーシュ。バルドゥールは絶対バーストしなさそうだね。あんましないね、うん、リングアウトか回転で負けるから、うん、うおー硬い、はいよ、あと重いね、うん、重い、重さがある、ロック、うおーノーロック。お前自分のベイ使いたいだろ。いや俺は早くねドラシエルを使ってあげたいよ。28日に出るからね、うん、じゃあそれじゃなくて、あ、本物、本物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 。3-2-1ゴーシュ。まあね、そのドラシエルが出たところでね、まあうちもね秘密兵器用意してるんで、ドライガーのね、もう多分あのドライガーに勝てるね、ベイは多分存在しないんじゃない。俺のブラックメッキだったら余裕で勝てる、ね。よかったな。だってそいつ、お、でも崩したぞ。うおー、ギリで負けた。ノーロノーロック。じゃあ次ラストかな。おいお前ラスト勝たせろよ。お前ラスト勝たせろよ。分かったな。分かったな。それはこいつに言ってくれ。こいつじゃ。俺は回すだけだ。選んだのお前だからな。3-2-1ゴーシュ。ドライガー向かいぞ。V.S. バルドゥール。僕が苦しんだ。僕やん。ガン。これ無理じゃないか。イエーイ。うおー、最後の最後でまさかのバースト。お前最後勝たせろって言ったのになんでバック。バカ野郎。